映画見させていただきました。いややっぱりドラえもんに今回もめちゃくちゃ助けられましたね。やっぱ相変わらずちょっとのび太くんダメなところもいっぱいありつつ心配になってたんですけども、途中からあのび太くんこんなに男らしかったんだとか、あこれなら2人ちゃんとやっていけそうだなとか、なんかすごい感動しながら見させていただきました。やっぱりしずかちゃんは相変わらずずっと優しくて、本当にのび太くんのこと何でもお見通しというか、すごいやっぱお似合いな2人だなと思いながら、あと2人の両親の物語だったりとか、あそんなのび太っていう名前にメッセージこもってたんだとか、なんかすごい2人だけじゃなくなんかすごい家族のお話としてすごい感動して心温まってめちゃくちゃいいお話でした。スタンドバイミードラえもん2。